お祝いの際などに配られる紅白饅頭饅頭は小麦粉などを練って作った皮で豆あずき豆んなどの具を包み蒸した菓子。中国の饅頭やパオズが変化してできた和菓子の一種。漢字は饅頭、饅、ま、頭、まま、などと書くこともある。日本の饅頭の起源には二つの系統がある。一つは 林在宗の宗達山徳美が1349年に、貴重した際、その俗弟子として随伴してきた、林清元が伝えたとするものである。当初林は、前週のお茶と食べる菓子として、饅頭を用いることを考えたものの、従来の饅頭は肉を入れるため、代わりに小豆を入れた饅頭を考案されたと言われている。その後、奈良の韓国神社の近くに住居して、 塩瀬という店を建てたことから、韓国神社内の林神社と呼ばれる饅頭の神社で、この味噌神として祀られている。もう一つの系統は、林が伝えたとされる年より100年ほど遡る1241年に、南宋に渡り学を収めた縁起が、福岡の博多でその製法を伝えたと言われる。縁起は辻堂に、臨在州、上天寺を創建し博多の西。 荒津山一帯を宅発に回っていた際、いつも親切にしてくれていた茶屋の主人に、饅、ま、頭の作り方を伝授したと言われる。この時に、茶屋の主人に書いて与えた、ご饅頭書という看板が、今では、東京、赤坂の虎や黒川にある。奈良に伝わった饅頭はふくらし粉を使う、薬饅頭で、博多の方は甘酒を使う、酒饅頭とされる。伝来当時は、 現在の饅頭につながる甘い饅頭と、種として野菜を餡とした生饅頭の2種類が存在していた。後者は、現在の肉饅に近いものと考えられているが、仏教の影響もあって、近在以前の日本ではもっぱら野菜が餡として、用いられた。仏教寺院では、いわゆる天津の1種類とみなされ、軽食として用いられていた。 しかし、米飯や麺類が主食として存在し、特に麺類が早くから軽食として存在した一般社会では、製法の煩雑さなどからほとんど定着せず、甘い饅頭や麺類のように生饅頭を専門の業者が製造することもなかった。ただ、寺院における食事の記録には記載されていることが多く、江戸時代に入っても豆腐百珍に、 生饅頭として製法が記載されていることから、寺院等では、軽食として長い間食べられていたようである。また、直接的な饅頭の由来ではないものの、江戸時代以降に、南蛮菓子や中国菓子の製法として、焼き菓子の製造技術が日本に伝播した。この技術が、饅頭にも応用され、焼き饅頭と呼ばれる、日本独特のジャンルが生まれた。日本に定着した後、 饅や皮の製法に様々な工夫が凝らされ主樹の饅頭が作られるようになった。しかし、肉饅やあんまんなど従来の饅頭を起源とした厚めでふわっとした皮の中華風の饅頭は甘いものであっても一般的に中華饅として区別されている。こちらは和菓子の分類に入れられることが多い。中にはカレーン、ピザン、バナナンなど中国には存在しない。 中華まんもある。日本風の焼いて作るまんじゅうは、台湾でも、日式まんじゅう、日本まんじゅうと称して製造されている。近世以来、関東地方の家庭料理として練った小麦粉で、豆や、味噌や、野菜のあんをくるんだものを、お湯で茹でて作るゆでまんじゅうがある。ゆでまんじゅうの食感は、まんじゅうというよりも団子に近く、その製法も現代のまんじゅうの定義からは、 外れるが、お焼きの調理法を変化させることで、本物の饅頭の代用として作られたものとも言われ、ゆで饅頭が重曹の普及とともに、炭酸饅頭や田舎饅頭といった深し饅頭に発展したと考える研究もある。水饅頭長寿で送られる、葬式饅頭基本的に様々な種類の餡の中に詰め込んで作ることはできるが、 もみじまんじゅうなど鉄板で焼くものについては手軽に中身を入れられることから特に種類が多い。揚げまんじゅう、人形焼き、太まんじゅう、くるみ焼きまんじゅう、もみじまんじゅう、ためともまんじゅう那覇等で販売。三人を使って香り付けする。本島では大小にかかわらず、紅芋を使っていることが多い。一般的には和菓子のまんじゅうより大きい。 1777年、大阪の菓子店、虎屋よりは、現在の商品券に相当する、まんじゅう切手を発売。酒や醤油、うなぎに至るまで、商品券の手法を広めるきっかけとなった。虎屋よりは、まんじゅう切手デザインを成したが、後年、まんじゅう切手の乱発がたたり経営に苦しんだという。客中参考文献、ありがとうございます。